はい、本日第3弾2回目のトライです。おお、なんかロッククライマーのような。おあ、安定してます。でも全然抜けてない。あ、いいですね。うん、すげえバランスが変にいいんかもしれない。なるほど、ちょっとこのぐらいっていうのを覚えておきます。気をつけてくださいね。はい、重心がめっちゃ変わるから。ではじゃあ乗ります。はい、1人目、はい、いきますよ。最初は誰に。あ、空気を感じる。まあまあ成功かな。そうですね。こんな感じで、こんな感じで、はい、はい、じゃあ続きましていきまーす。はい、デリカさん、棒を必ず両手で持っておいた方がいいです。あんまり当てにはならないです。入りまーす。はい、ここもう乗れた。穴が開いてる。どっか穴が開いてる。そこあれなんですよ、あの釘がね出っ張ってるから。あ、いいよいいよ、アイさん構わん構わん。まあ、とりあえずじゃあこのまま、はい、ました。とりあえずこうつなぎ目がなんかピリピリみたいな感じにならへんかったら、じゃあちょっと揺らします。うん、感じで感じで、だいぶ見込んでる。まあ、このままあの今ビデオ回して何分でへこむかを。おお、すごいすごいすごい。おお、なんか美和子さん踏んでるんですか。なんか僕の体重が盛り上がりますよ。これ乗ろうか。お父ちゃん後で乗ろうか。8キロ。すごいな。こんにちは。皆さんあんまり棒持ってない、体重かけてないですからね。あ、オッケーオッケー。うん、あ、でも違いますね、上のシートのやつ。意外と大丈夫。だけど穴開かへんかったな、これ。そのまま見た。ねえ、こうやって今使ってる材料はもうめちゃくちゃ弱い材料を使ってて、今度仕入れるやつはめっちゃ強いやつやから。乗りたくなりますね、こんな感じだとね。いいですね。これくらいの方が安定するね。ああ、確かに。いやー、結びになった甲斐があったね。